日本東京都中央区日本橋本国町。日本橋本国町は東京都中央区の地名で、旧日本橋区にあたる日本橋地域内である。現行行政地名は日本橋本国町1丁目から日本橋本国町4丁目。郵便番号は103-0021。江戸時代には金座が置かれており、現在は金座土地に日本銀行が所在し、 古今を通じて日本の金融を代表する町として知られている。日本橋側のある南から順に一丁目から四丁目が並ぶ。日本橋地域の最西端に位置し、千代田区との区境にあたる。この地は元国庁と呼ばれていたが、漢文年間に神田に新国庁ができたので本国庁と呼ばれるようになった。国庁という町名は古くは 米国省が多く集まっていたことから国類を数える単位の石に由来するとされる。一丁目から四丁目まであった。江戸時代には三丁目に支中に時を告げる時の鐘が置かれ、またその近くにあった長崎屋は長崎から将軍一間のために来るオランダ商官長カピタンの常宿とされた。二丁目と三丁目の間近くにあった実験棚には 毎年桃の節句や丹後の節句になると人形の死が立ち、年の暮れには同所で浜や羽子板を売るなどして大層にぎわったという。昭和7年、関東大震災後の区画整理により本国町は従来からの町域を変更することになり、この時周辺にあった金吹町、北鞘町、本川山地、本銀町、本町、 本領外町などの町域全部、または一部を合併し、現在の本国町一から四丁目となっている。なお実験棚は現日本橋室町三丁目の一部にあたる。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。